の文明が入ってきて精度や習慣が大きく変化した現象のことを指すさらに西洋のものなら何でも良いという考えすら出ていた近代化イコール西洋化そのものは明治時代において一貫した課題であったが文明開化という言葉は一般に明治初期に世相風俗がこれまでの封建社会から大きく変わった時期を指して使われる その社会が変化していく時代を強調し、開花期、ご一心とも呼ばれる。三代、歌川広重、東京名所の内銀座通りレンガ造り、鉄道馬車王福ず、文明開花という言葉は、福沢諭吉が、文明論の概略明治8年の中で、シビリゼーションの訳語として使ったのが始まりである。この中では、単純に西洋の文化、風俗を模倣したものから、 あるいはそれら文化や風俗を手本としながら、日本の既存文化との融合を図ったもの、さらには既存文化を西洋風にアレンジしたものなど多岐にわたり、過渡期的には、熱病のごとき流行となって様々な社会階層に受け入れられていった。この時代を象徴する言葉として、有名なものに、残切り頭を叩いてみれば、文明開化の音がするという言葉があり、 ん切り者と呼ばれる歌舞伎芸能の新形態、発生などといった現象が見られ、金垣路分のあぐら鍋にある牛鍋食わぬは、開花不進むめといった食文化の変化などが、大衆の生活にも取り入れられていった様子が伺える。明治新政府が推進した、食産工業や布告強兵、脱ア乳王などの一連の政策の推進や西洋、建築、散髪、洋装、 洋食などの症例が見られる。ただ、こういった、西洋化は、都市部や一部の知識人に限られた、西洋文明の摂取でもあったとも指摘されており、地方町村部では場所により、昭和に入る頃まで明かりといえば、菜種油で暗丼を灯し、郵便や電信など西洋化の恩恵はなかなか届かず、また長らく、江戸後期の伝統や風習が続くなど、 生活の変化ははるかに緩やかなものであった。開国以来、日本を訪れた外国人によって、日本の習俗は高貴な視点で報じられていた。西欧化を目指す明治新政府は、新しい日本を誤解されないために、日本土着の習俗や信仰を、悪兵、九州と呼び、民衆の名簿を開くための政策を取った。 新政府の方針に従い自治体主導で従来の生活文化や民族風習の排除が行われ文明開化政策の影響で縮小や途絶した民族風習も多い。例えば明治5年の太陽暦の導入によって七夕や発盆など大院太陽暦農事暦によって定められていた遊び日は改良された。また、廃物希釈とともに 明治6年の教武省の通達によって、山伏などの火事祈祷やシャーマニズムは公には認められなくなった。さらに、和人文化だけに止まらず、入れ墨やイオマンテなどが禁止され、アイヌ文化や琉球の文化にも影響を与えた。明治5年に、東京府が2つした意識条例では、屋外で裸体になることや、理由のない女性の断髪は、経済とされるなど、 風俗を一様にするためのこと細かい規定が設けられ、開花政策の影響は生活の隅々に及んだ。なお、急速な西洋化の一端には、西洋列強国が、当時盛んに植民地経営で、莫大な富をアジア諸国から吸い上げていたことに対する危機感も見出される。この中では、上に挙げた、布告強兵の一環で、 西洋軍事技術の導入も盛んに行われ、軍隊では兵隊の腕力や体力を強化する目的で提供される食事までもが西洋化された。ただ、当時発足したばかりの日本軍は、地方農村部などの次男、三男を集めた集団であり、米藩や日本食で育った彼らの中には、あまりに異質な西洋の料理に対して拒否感を示すものも見られた。 このため海軍などでは、米飯とカレーを組み合わせる肉じゃがのように、醤油味の節中料理を開発するなど工夫を凝らした。カレーライスは後に、横須賀海軍カレーとして、また肉じゃがのような料理も、軍港周辺部へと広がっていき、時代を下って、昭和時代にもなると、一般的な家庭の味として、広く受け入れられている。制度の近代化交通、通信建築、 都市管栄工場人名副食文化食文化、教育ジャーナリズム、出版舞台芸術歴を雇い外国人。ありがとうございます。